国際法委員会は国際法の前身的発達と法典化のため1947年国際連合総会によって設立された国際連合の組織である国際法の専門家34人で構成される国際法の諸問題を審議し多数国間条約の総案を起草することを活動の中心としており今まで条約法に関する委員条約など 国連の重要な条約の起草を行ってきた。国際連合憲章は、総会が国際法の全身的発達と法典化を奨励することなどの目的のために研究を発議し、勧告をすることとしている。これを受けて、国連総会は第1回通常会期第2部会会中の1946年12月11日に採択した決議において、 国連憲章に定められた使命を達成するための手続きを検討すべく国際法の全身的発達と法典化のための委員会、別名17人委員会を設立した。同委員会は1947年5月12日から同年6月17日までの間に30回の会合を開き国際法委員会の設置を勧告する報告書を提出した。 その中では、国際法委員会は、政府代表ではなく、個人資格の国際法専門家で構成されるとの、方針が多数に支持された。これを受けて、国連総会は、第2回通常会期中の1947年11月21日に、採択した決議において、国際法委員会を設立するとともに、第6委員会で準備された26条からなる。 国際法委員会規定を制定した。規定に従い、国際法委員会の最初の選挙が1948年11月3日に行われ、第1回会期は1949年4月12日に開会した。国際法委員会は、総会が5年の任期で選ぶ34人の委員で構成される。日本からは、これまで、横田喜三郎元国際法教授、 鶴岡先人元国連大使、小木曽元元中大大使、山田中正元中インド大使が委員を務めた。2009年5月、山田委員の辞任に伴う選挙で、村瀬晋也上智大学教授が選出された。国際法委員会の会期は、原則として、ジュネーブで開かれる。ただし、第1回会期は、ニューヨークの国際連合本部で、第6回会期は、 パリのユネスコ本部で第17回会期、第2部はモナコで第50回会期はニューヨークで行われた。当初、規定12条によりニューヨークの国連本部で開催することとされていたが、事務総長と協議の上、翌年からジュネーブに場所を移すこととした。1955年、総会で規定12条が改正されて、国際連合ジュネーブ事務局で行うこととされた。 会期の長さは、規定には特に定めがなく、1973年までは10週間が通常であった。1973年、総会は、翌74年の第26回会期について12週間と、することを承認し、その後も12週間が通常となったは、予算上の理由により10週間。近年は、会期を第一部と、 第2部に分けて行うことも多い。国際法委員会の活動の中心は、国際法の様々な側面に関して、草案を作成することである。委員会自身が主題を選ぶ場合と、総会から付託される場合がある。1949年の第1回会期で、国際法委員会は次の14の主題を研究の対象とすることとした。 国家及び政府の承認国家及び政府の承継国家及びその財産の裁判権免除国家領域の外で行われた犯罪についての管轄公開の規律了解の規律国籍外国人の取扱い防命の権利条約法外交関係及び免除領事関係及び免除国家の責任仲裁手続きこのうち国家及び政府の承継は後に 条約に関する承継、条約以外の問題に関する承継、国際機関の構成資格に関する承継の3つに分けられた。また、公開の規律と了解の規律については、第8回回帰で海洋法という1つの主題にまとめて最終報告書が作成された。これらの当初設定された主題は、以後50年以上にわたる。 国際法委員会の基本的な作業プログラムとなり、今までに国家及び政府の承認、国家領域の外で行われた犯罪についての管轄、外国人の取り扱い、亡命の権利を除き、上記主題について最終報告書を提出している。上記の当初の主題に、その後25の主題が追加された。国家と、 国際機関との関係歴史的腕その他の歴史的水域に関する法的枠組み特別の施設団最恵国待遇条項国家と国際機関との間または国際機関相互の間の条約に関する問題国際法によって禁じられていない行為から生じた障害の結果についての国際的責任外交伝書士及び外交伝書士の傾向をしない 外交効能の地位条約の留保国家承継における国籍外交的保護国際機関の責任国際水路の非公行利用に関する報告家の一方的行為共有天然資源国際法の断片化国家の権利及び義務に関する宣言草案ニュルンベルク原則の定式化国際刑事裁判管轄の問題人類の平和と安全に対する 罪法典案多数国勘定約に対する、留保侵略の定義に関する問題国際連盟の援助のもとに締結された一般的多数国勘定約に対する、拡張的参加の問題外交官の保護及び、不可侵の問題多数国間の条約締結プロセスに関する再検討監修国際法の証拠をより、容易に利用可能とするための方法及び、手段国際法委員会は、 国連における国際法の法典化のための重要なフォーラムの一つである。国際法委員会が作成した条約の草案は国連総会に送付された後各国代表を招集して開催される外交会議で採択される場合と直接総会によって採択される場合がある。国際法委員会が起草して採択された条約には次のようなものがある。 国際法委員会は、1999年、国家の解体または、領土の分離などの際に無国籍者にならないようにする、宣言案を採択した。2001年、国際法行為に対する国家の責任に関する、条項案を採択して、当初からの主題、国家の責任についての研究を終了した。同年、危険な活動から生じる越境損害の防止に、 関する条項案を採択した。2006年、外交的保護に関する条項総案セット、危険な活動から生じる越境損害における、負担の分配に関する原則案、法的義務を創設し得る国の一方的宣言に適用される、基本原則を採択した。現在は、条約の留保、武力紛争が条約に及ぼす影響、国際機関の責任、 外国人の追放、引き渡しまたは訴追の義務、共有天然資源などの問題が取り上げられている。ありがとうございます。